こうメンタルトレーニングってマジでいいんだよっていうのをちょっと言いたくて言いたくてしょうがなくなっちゃったので、はい、どうもチョッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、まあ、僕自身パッションがありますし、まあ、何気にこう人気があるというか、いいですよって言ってもらえてるようなシリーズになります。はい、まあ今回話す内容はですね、メンタルトレーニングについてですね。まあ僕の場合で言ったら、まあ起業して普段こうビジネスやってるわけなんですけど、どうしてもお客さんからのクレームっていうのは、対処しないといけないんです。で、そうなった時に、お客さんからですね、例えば電話がかかってきて、そこでですね、20分間ぐらいずっと嫌味を言われるわけですよ。どうしてくれるんだよ、責任取ってくれんのみたいなのをずっとですね、20分間ぐらい言われるわけですよ。ネチ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 。で、そうなった時に、メンタルトレーニングできてなかった僕はですね、やっぱりあ、申し訳ないですとか、嫌だなってこう気持ちがずんずん落ちていったわけなんですけど、今はですね、同じ状況になったらですね、まあ、なんとも思わないですね。こう、ネチネチ言われて、うわぁ、楽しいな、嬉しいな、とかも思わないんですけど、でもだからといって、なんかこう、落ち込むっていうこともないと。ただ、受話器の向こうにいる人は、なんかこう、すごい、負のオーラ、負の感情たっぷりで、その不満とかですね、それを僕にこう、ぶつけてきてるんだろうけども、まあ、だからといって、僕の感情がぐーんって下がる必要は全くなくて、僕はあくまでも高い感情をキープすることを選ぶっていう、まあそういうですね、思考の考えというか、思考の切り替えですよね。まあそれが今はできるようになってます。まあなのでこれができるとですね、例えば、YouTube でこういう動画投稿したら、こっちがいっぱいついちゃうんじゃないかな、怖いな、やめとこうかなっていう、そういったものはですね、一切なくて、まあやればいいじゃんと。で、もしですね、こっちが多かったら、まあちょっと修正すればいいしとか、前に進めるんですよね。うん、ガンガン行動ができるようになります。まあこれがメンタルトレーニングのいいところかなっていうふうに思ってるんで、なので、じゃあ今からですね、じゃあ具体的な僕がやってきたメンタルトレーニング、まあそのメンタルトレーニングのテーマっていうのがいろいろあるんですけど、じゃあそれをですね、今から100個言いますって言っても、いや、それは無理っていう、いきなりそれは無理っていう感じになっちゃうと思うんで、まあこれからですね、ちょいちょいこう、メンタルトレーニングの内容ですね、僕がやってきて、効果を感じたメンタルトレーニングですとか、経営者の先輩たちが、50何歳になった今でもやってるメンタルトレーニングだったりとか、まあそういうのをですね、ちょっとこの動画でシェアできたらいいかなというふうに思います。まあ今回はですね、ちょっとこうメンタルトレーニングって、マジでいいんだよっていうのをちょっと言いたくて言いたくてしょうがなくなっちゃったので、まあこんな感じでシェアをさせていただきました。はい。いや、実際どうすればいいのとか、具体的にどうやったらいいか全然見えないんですけどっていう、まあ動画になっちゃったかなと思うんですけど、それはですね、おいおい、話していきますので、はい、よろしくお願いします。で、チャンネル登録者数が3000人いったらライブ放送も、開始いたしますので、はい、そちらもですね、楽しみにしておいてください。はい、もしですね、この動画がためになりました、参考になりました、というのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをパチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。また明日。